はようございます、遠蔵です。今日は大垣の方に池田山に登山に行ってきます。今日はね、相当寒い、天気も悪い、でも頑張って行ってきます。早めに来てたらもっと綺麗な状態が見れたかもしれないですね。紅葉登山にいいかもしれない。あと 2.5 キロでイノシシかな。よし、しっかり締めていきます。要所要所にベンチもあるんで、休憩しながら、長いですけどゆっくり行けそうですね。今標高456、もう結構疲れてます。やっぱ月1回ぐらいは1000ぐらいの山登らないと体力が落ちちゃいますね。偉いですね今日。500m、 あ、ちょっと町の方は晴れてきたな。ひたすらこの道が1時間半ぐらい続きます。残りあと1時間ぐらいなんで、もう一息頑張ります。違う、登山道です、間違いない。行き止まりっぽくても OK。 あるよね。神社は左、来るときは1人200円かかりますので、皆さん注意してお金持ってきてください。ここです、ここで支払ってください。ゴールです。だけど何も見えない。ここも白山です。白山の途中、ここで昼休憩にしたいと思います。今日のお昼は、いつもの甘みから塩味、とてっかいを
천천만 주는 것 같아. 이거 나 이거 오호게. 같은 공간 속 서로 혼자인 채로 결국 눈을 맞추 보지 않는 우린 남이 됐겠지. 차라리 미워하면 차라리 미워지기를 이름과 익숙함 사이 그 어딘가 쓸쓸한 이 정적도 견뎌야만 하겠지. 이별도 사랑의 책임이니까. それでは休憩も終わったので池田さん到着ということで、また違う山行ってきます。それではバイ。